はい、1月23日14時40分になりましたので、追加の解説をしていこうかと思いますね。今日ゾーンを引いたのはここでしたね。ここバーッと引いて、でこちらにこうして跳ね返って上昇するんではなかろうかということを申し上げました。でもそうじゃなかったら、ここを突き破っていくんだったら、それを確認してエントリーできるよねっていうのも同時に申し上げましたよね。これいつもの私のね戦法ですけども、じゃあ突き破ったのを確認してエントリー入ってれば、今含み益を持ってますよね。今109円の577になりますけども、入れたのが109円の675あたりだと思います。ということは、まあ、10ピップスはもうね取れていけるんではないかなと思うんですよ、ただこれだけの動きで。で、上級者の方はすでにここで2つ落ちてるところを見て、高値が切り下がっているのを確認して、ここから入れていたかもしれませんよね。で、私の場合はここは睡眠時間なんで入れてませんけども、まあ大胆にね、ここを超えたあたりからエントリーしてるよっていうことにはなります。こうですね、この幅が取れているということですよね。だからまあ20ピップスは取れているかなってところですよね。皆さんいかがだったですかね。まあ、今日はここで切り上げてエグジットしてもいいんではないかなと思います。ちょっとねエントリーできなかった方は、今回の動画と朝の動画、要するに朝の動画は第2仮説までお話してるわけですよ。で、第1仮説になってないってことは第2仮説を支持なんで、結局は両方とも取れているんではないかなということでございますね。だいぶね、今年の解説は分かりやすくって、勝ちやすくなったということだったんですけども、本当にね、メッセージいただいた方ありがとうございます。そういう反応があれば、ますますね、この路線でいけるかなと。要するに、私の学びの場でもあるんですけども、皆さんに勝っていただく相場解説にもしていけるってことなんですよ。で、今年はね、どちらかというと皆さんに勝っていただくため、勝った上で学べる、そんな相場解説をやっていこうかと思いますので、これからも皆さんからのね、勝ったよとか、勝てなかったよとか、エントリーしたよ、しなかったよ、できなかったよとか、いろんな意見があるといいと思います。それからね、エントリーのタイミングなんですけども、なかなか通常日中外出されてる方が多いと思いますので、うまくいかないと思うんですよ。でもそういう方でも、1日が終わる前に私の相場解説、1本3分から5分です。で、3本上げる日もありますけども、まあ20分もかかりません。10分から15分で全部終わります。これを積み重ねていって、参考にしていただければ幸いでございます。それでは以上です。ありがとうございました。